皆さんこんにちは。デジタル大臣としておなじみの河野太郎さん、マイナンバー偽装多発で疑われる中国と親密すぎる関係、河野太郎さんが隠された本当の国籍について紹介します。まずは河野太郎さんの経歴とプロフィールから紹介します。神奈川県出身、平塚市立花水小学校、慶応義塾中等部、慶応義塾高等学校を卒業。慶応義塾高校時代は、河野太郎は祖父、王子、父と同様、競走部に入って主将を務め、箱根駅伝を目標にしていた。高校の同級生に公明党所属の参議院議員西田誠がいました。1981年4月に慶応義塾大学経済学部に入学するも2ヶ月で退学する。その後渡米。渡米後すぐにマサチューセッツ州アンドーバーでサマースクールに通った。その後、コネチカット州のボーディングスクール、サフィールドアカデミーで1年間過ごした。1982年9月にワシントン D.C. のジョージタウン大学に入学し、比較政治学を専攻する。1984年にジョージタウン大学を休学し、ポーランド中央計画統計大学に交換留学する。1985年1月にジョージタウン大学に復学。1985年12月にジョージタウン大学卒業。ジョージタウン大学では、ニューヨーク。ニックスにいたパトリック・ユーイングと同級であった。在学中は、後に国務長官となる。マデリーン・オルブライトのゼミに参加、米国外交を学ぶ。アメリカのワシントンでは、河野太郎は政治活動にも関わり、1983年にはアメリカの大統領選挙に立候補した。アラン・クランストン上院議員の選対本部の財務部門でボランティアをしたり、リチャード・シェルビー下院議員の下でインターンを務めるなどした。ポーランド中央計画統計大学に在学中の頃、河野太郎は当時自宅南京下にあったレフ・バウェンサ連隊議長の自宅を訪問し、警察に逮捕され、一晩留置所で過ごしたエピソードがある。翌日に保釈された。当時は共産党の独裁政権下で、大学の寮の食事はほとんど毎食じゃがいもと酢漬けキャベツだけだったと語っていた。日本に帰国後、河野太郎は1986年に富士フイルムビジネスイノベーションに入社し、調査統計部に配属された。企画部に転じた後にサテライトオフィスの実験を担当し、日本初の本格的サテライトオフィスと称された式サテライトオフィスの立ち上げにも関わった。国際事業部に転じた後、シンガポールの富士ゼロックスアジアパシフィックで勤務した。1993年、日本端子に転じた。そこで自動車や電気機器の部品メーカーで開発生産や海外輸出を担当しました。2015年10月7日、河野太郎は第三次安倍第一次改造内閣において、国家公安委員会委員長、行政改革担当大臣、国家公務員制度担当大臣、内閣府特命担当大臣、規制改革、防災、消費者及び食品安全、として初入閣、消費者庁の徳島県への移転を推進したが、国会対応や危機管理などの業務遂行が困難として全面移転を先送りにした。河野が消費者庁を退任した後、3年間の検討を経て消費者庁の全面移転見送りが発表されました。2016年8月3日、内閣改造に伴い退任。2017年8月3日、第三次安倍第三次改造内閣において、外務大臣に抜擢された。同年8月に訪米し、米国で批准に至っていない包括的核実験禁止条約について、その早期批准を求めた。2017年11月1日、第4次安倍内閣で外相に再任。2018年10月2日、第4次安倍改造内閣で外相を留任。2018年12月11日、記者会見においてロシアのラブロフ外相が、北方領土をロシア領と認めること平和条約の前提であるとの認識を示したことに対して、記者からの質問を受けた河野太郎は、次の質問をどうぞと繰り返し批判を浴びた。2019年9月11日、第4次安倍第2次改造内閣において防衛大臣に横滑りで就任。
2020年6月15日、イージス・アショアの配備プロセス停止を発表し、さらに24日開催の国家安全保障会議にて、正式な配備断念を決定したことを翌25日に発表した。プロセス停止発表以前に、イージス・アショア配備地変更を報道した NHK や読売新聞に対して、フェイクニュースだと非難した。結果的に報道の通りになったらどうするかとの質問に、結果的にそうなっていない、などと答えたが、すでに停止決定されており配備地が変更される可能性はなくなっていました。2020年9月16日、菅義偉内閣で行政改革担当大臣、国家公務員制度担当大臣、内閣府特命担当大臣に横滑りで就任、行政改革担当大臣、規制改革大臣及び国家公務員制度担当大臣としては初入閣時以来の再登板である。就任した翌日、行政改革目安箱を自身の公式サイトに開設した。届いたものを全部読むと明言していたが、書き込みが殺到したため翌日に停止。25日に内閣府 HP に規制改革行政改革ホットラインとして再設して役所のプロセスに載せるも、書き込みの勢いは止まらず、11月27日に再び受付停止となった。成果として群馬県知事の山本一太からの要望で、救急車の高速道路完全無料化がある一方、自身も問題提起していた各省庁の負担増につながる懸念もされていました。2022年8月10日、第二次岸田第一次改造内閣で、第4代デジタル大臣に就任。兼務する担当大臣のうち、内閣府特命担当大臣は初入閣時以来、国家公務員制度担当大臣は菅内閣以来の再登板である。各閣僚がそれぞれの省庁で就任に際して行う記者会見について、記者を待たせて深夜の会見を行うのは本意ではないとして見送った。同年9月13日の記者会見で、日本の COVID-19 アプリ、新型コロナウイルス接触確認アプリの機能を停止することを発表した。最近自民党内で注目を集めているのは河野太郎さんですね。彼は政治家の御代議員で、祖父や父も国会議員を務めています。最初は世襲議員と見られていましたが、彼の行動力やリーダーシップが評価され、国民の支持を集めるようになりました。2021年9月の自民党総裁選では惜しくも敗れましたが、その後も選挙での演説で引っ張りだこでポスターでも人気が高まっています。彼の弟である河野次郎さんは日本端子株式会社の社長であり、河野太郎さんもかつて在籍していました。しかし政治活動のために退社しました。もし退社しなかったら彼が社長になっていた可能性もあるでしょう。河野太郎さんの弟である河野次郎さんが社長を務める日本端子株式会社、その株式を 30% も保有する大株主が父である河野洋平さん、そして河野太郎さんと河野次郎さんもそれぞれ 2% ずつ株式を保有。つまり日本端子株式会社は河野家の親族企業となっているんです。さらに2017年に本社を神奈川県平塚市に移転している日本端子株式会社、その敷地内には河野洋平さんと河野太郎さんの事務所があるそうです。おそらく社長である河野次郎さんの一存でこの土地への移転が決まったのでしょう。そして河野太郎さんが選挙に初当選して以降、毎年のように日本端子から献金が、河野太郎さんの資金管理団体宛ての献金も合わせると総額は3000万円にも及ぶとされています。河野洋平さんが大株主になっており、河野次郎さんが社長を務める会社からの献金、なんだかきな臭い感じがしてしまいますよね。日本端子株式会社は中国に3つの子会社を持っているため、河野太郎さんが首相になった場合、日中関係に影響を与えることが懸念されています。また河野太郎さんは環境問題に熱心であり、脱原発を主張しています。この主張には日本端子が太陽光発電の部品を製造しているという事実も関係しているとの噂もあります。もし会社が損益を出すと株価も大きく下落するでしょう。その結果、河野家の資産にも大きな影響を与えることになります。一方で
会社が注目を集め、株価が上昇すれば資産も急速に拡大するでしょう。そのため日本端子が得をする政策を進めることを心配する声も当然です。政治家による汚職事件は後を絶たないため、河野太郎さんの発言には疑問の声もあります。しかし彼は特定の利益のために政治活動を歪めることはないと主張しています。また日本端子の太陽光関連の売り上げはごくわずかであるとも明言しています。河野太郎さんの父である河野洋平さんは、政界を引退してから10年以上が経ちましたが、未だに忙しく活動しています。彼は中国支持派として知られており、そのため河野太郎さんは父との違いをアピールすることに力を入れています。また親子間で行われた肝臓移植手術も大きな話題となりました。河野太郎さんは2021年10月に行われた好きな政治家アンケートで1位に輝き、自民党総裁選でも惜敗しましたが、総理になる日も近いと期待されています。河野洋平さんは自民党総裁や外務大臣、衆議院議長、副総理などの要職を歴任し、自民党の礎を築いた名政治家です。彼は政界引退後も活発に活動し、早稲田大学で講義を行ったり、国会図書館に足を運んで新たな物事の勉強をしています。河野太郎さんが自民党総裁選に出馬した際には、支持拡大のために懸命に奔走していました。河野洋平さんは引退後も穏やかな日々を送ることはなく、まだまだ活動的です。彼の中国支持派の立場は河野太郎さんの対中政策にも影響を与える可能性があります。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。